感染が確認されたのは、郡山市で19人、南相馬市で12人など合わせて61人で、およそ4ヶ月ぶりに1日の感染者が50人を上回りました。入院している人は147人に増えて、病床使用率はおよそ4ヶ月ぶりに20%台に悪化しました。例えば職場内であったり、 あとは知人であったり家族内であったりっていうところのつながりというものが今回60件の中には見られてますまた現時点で61人中32人は感染経路が不明のためオミクロン株による市中感染の恐れもあります県はオミクロン株の感染スピードは想像以上と危機感を示した上で基本的な感染対策の徹底を呼びかけています